こんにちは、こんばんは。ダイスチャンネルダイスです。今回は BFB チャンピオンズ 2.0 遊んでいきます。皆さん海外旅行って行ったことありますか？私はですね、1回しかないんですよ。なので今回は海外を回るキャリアモードで世界のリーグを回っていきたいと思います。あとはアリーナで遊んで、まだ星7の選手も少ないのでスカウトガチャでゲットしていきたいと思います。それでは早速キャリアモード行ってみたいと思います。現在はですね、イングランドリーグ2、ここのリーグの全11節のうちの第11節目の試合ということは、ここで勝てば優勝です。優勝するとイングランドリーグは3-3-2-1とあるので、次はイングランドリーグ1に上がっていきます。全部を星すべて揃えて優勝で飾るっていうのを今回のこのイングランドリーグだとしていきたいんですよね。それでは挑戦していきます。優勝をかけた大きな一戦、相手はリーズローズ、消防ドラゴン、強そう。レベルはね、私が今29で相手は20。イングランドのこのエンブレムはイングランドリーグ2だと今まで見たチームすべて同じエンブレムで統一されていると思います。では行ってみましょう。スタメン選手少し変えたんですが、私の選手たち星がね7の選手が少ないんですよ。まあ、4選手ピッチ上にいますね。うん、この選手たちと一緒に挑戦していきます。まあ、育てたということで、私のチームの大御所は、まあ、キャプテンにね当てているのですが、選手一人一人の名前も変えられるので、ダイスっていう名前の選手も中にいるんですよ。で、背番号も変えられます。好きな番号で、好きな名前で今やってるので、見ていってもらいたい注目はダイス選手です。ちなみに中里選手は日本の選手なのでこのままにしてます。お、直接狙った、いけたじゃん、なっそー、いいね。結構ですね、あのゴールを決めた後の、パフォーマンスも2種類あるのを今確認して見てますね。そこも注目しながら見てはいるのですが、監督としてはですね、まあ、ハーフタイムから後半に差し掛かった時に選手を交代させるかどうかっていうところ、ここをいつも迷っています。お、きたきた、カルロス、顔がカルロスっぽいからカルロスにしました。ここでハーフタイム、かなり疲れが出ているので入れ替えていこうと思います。ベンチインの選手もこんな感じでね、ポジションの適性を見ながら入れ替えるんですが、この選手中里選手と変えましょう。はい、カバーロ選手、フォワードカバーロ選手はちょっと顔がね馬っぽかったので、イタリア語の馬っていう意味合いで名前をつけてます、ごめんなさい。あとはここかな、あのロビー・オロゴン君もいい選手なんですよね。最近育てた選手なのですが、まあ、星7の選手のこの位置に入れていきます。少しねまだレベルが、選手自体のレベルは低いのですが、今までの試合では活躍してくれてるので、うん、選手を信じて変えました。この位置から直接狙う、入れていくんだ、レディー、ロングシュートがね際立つ選手ですね。結構ですね、あのシュートだったりとか、あとはバランス的に考えておすすめで、努力振ってるところもあるんですけど、自分でね振ったりもしてますね。そうすることでお気に入りの選手が強くなっていってます。うおー、だいぶ決めてくれてます。ルイゾー来たねー、もうちょっとかな、今 6-0 なのであと2点ぐらい入れてほしい。カバーロー正面からやってくれました、うまー、イエーイ、よし。こうやって後半戦で、チームのねベンチだった選手をピッチに立たせるっていうのをした時に、後半で変えた選手がゴールを決めてくれたり、いいアシストをしてくれると非常に嬉しいです。ということで勝てました、私のチーム 7-0。
10連勝で優勝やったね今まで優勝じゃなくて2位通過っていうところも何か所かあったんですよ。その時は悔しくてもう1回トライしてますね。なんで今のところは1箇所だけ2位終わりで何回やっても突破ができなかったんですけど、今までのところは大体優勝です。やったやった、いいね。で今回からですね、実はあのゴールキーパーのユニフォームの色をオレンジに変えました。はい、リーグを1位でクリア。星3つ揃ってたくさんアイテムをゲットしました。リーグ終了お疲れ様でした。やったね。あ、ここで出ましたね、イングランドリーグ1解放されました。次からはここに挑戦して、ここでも星を3つ、リーグ優勝を飾って全制覇していきたいと思います。ではではアリーナ、アリーナは現在ねクラス6まで来たんですよ。クラス6まだですね、昇格戦までは1115ポイントと多く残ってるんですが、一戦一戦を大切にアリーナ戦も勝ちを残していきたいと思います。で今回はこのチームと対戦します。はい、対戦チームはカフェブラック FC。 ちょっと名前が気になったんですよね、カフェブラック。私もコーヒーとかね、あのココアとかそういうの飲むの大好きなので、いいネーミングですよね。ということで勝負だ、カフェブラック FC。 はい、スタメン選手はね今のままで変えずに行ってみます。さあどうなったか、結果はハーフタイム 4-0。 かなり疲れてるけど、きっとこのまま行ってくれると思います。うん、みんな頑張れ、中に入り込むか。結果としては6-0。前半4点で後半2点なので、まあ、ここでハーフタイムで選手の入れ替えをしてればもっと伸ばせたかもしれませんね。でも50連勝ウィン。昇格戦までももう少し、1080ポイントですね。うん、いい感じにクラス7まで目指していきたいと思います。ほい、ではここからは今マイプレミアムスカウトチケット20枚もらったので、これも使ってスカウトガチャに向かってみたいと思います。挑戦中の6連ガチャ、これに行ってみましょう。あと4回いけるんですよね。あとは星7の選手をですねゲットを、こう動画でしてないんですよ、動画書いたらゲットしてるんですけど、それを見せたい、運のね引きの良さを見せたい。まだ出ない、シルバーだったので星6選手は出ると思うんですけど、これ開けてみないとね分かんないんですよ。星7の選手もいるかもしれない。この選手リリアさん星6、この選手は星4。いやー、1回目はいなかったか。はい、ミッドフィルダーの星6、リリア・エブラント選手ゲットしました。もう1回挑戦しよう。うん、足元のシューズがゴールドだったら星7確定で、シルバーだったら星6確定。最初はシルバーだったんですよね。お願い、ゴールドシューズはシルバーだ。でもわからない、まだわからない。来い、来た、レンディエタ星7だ。やった決まったね、星6確定で星7の選手が出た。なんか久しぶりだな、この変わるの。こういうのもあるのでね、6連ガチャは面白いんですよ。で今ゲットした星7選手はもう今後ね育てるのは決定です。で現在の結果、G レンディエタ選手、この選手星7来ましたね。ミッドフィルダー星7少ないから良かったっていうのもあるんですけど、これポジション適性が幅広い、オールマイティな選手ですね。スキルもいいな、テクニカル PK レベル7スキルがついてますよ。うわー、ぜひ育てて PK にこの選手選抜行ってみたいと思います。監督になるっていうのが初めてで、最初はどんな選手をこう育てたらいいのかなとか、どんなチームにしたらいいのかなっていう風に悩んだんですけど、選手の成長とともに私自身も監督として成長できたように思います。うん、
自分が育てた選手たちと世界のリーグを回りながら他の監督さんと対戦してチームをまたさらに盛り上げて強くしていくっていうのがめちゃくちゃ楽しいまだ遊んでないよっていう方は概要欄に URL がありますので、そちらからダウンロードして遊んでみてね。ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた。 See you!